皆さんこんにちは。今回は対ご機嫌中飛車の将棋をやっていきます。今回はちょっと長速を使ってみたいと思います。玉を上がって、角を上がってきた手に歩をついて、銀を上がって、あ、これ銀対抗って呼ばれるやつですね。銀を上がって、まあ、これ銀上がって2枚目の銀も出していくか。まあ結構銀対抗、このここに銀上がってくる形は割と無難な形なんですけど、まあ角道が止まるんでどうかっていう感じですね。で、2枚目の銀も出してくる形ですね。これってな、どうなんやろ。まあこれはさすがに引くしかないのかな、こうされると。それとももっと積極的に行くべきだったのかちょっと難しいですけど、まあ飛車寄って相手の角頭を狙っていくか。まあここに一応割り打ちの隙とかも今見えてるんで、飛車寄って銀、ここの歩をついて、同歩同銀同銀同飛車みたいな感じにして、マジで同銀同銀に歩をつくと銀打ってくるのかな。歩を取って角出て、まあでもそうやって攻めていくのが普通か。歩をついて銀を打って、歩を取ったらもう飛車取ってくるのかな。歩成り同桂で、いやー、歩成り同桂はでもさすがになんとかなるでしょう。なんともならないもんなんかな。飛車取って歩成り同桂で、そこで手番来たらなんとかなりそうな気もするけど、歩を突くとかがあるんで、まあでもそれ5筋の歩を突いてきて簡単じゃないか。まあもちろん簡単ではないですけど、相手玉意欲なんで、何かはありそうな。まあ、例えば、飛車取ってきたら、歩をなって同桂に歩をついて、同歩に角を打てば、成銀取りと、ここに角を成る手を狙って、それ厳しいか。じゃあ、歩かな。だからやっぱり、一回は角逃げてくると思うんですけど、まあ、それならこっちも飛車を逃げて、でもそこで金取ってきて、同桂に5筋ついてとかで、どうかな。かなり難解な感じ。まあでも角出たら飛車浮きがいいか。それが銀取りなんで、銀取りにしつつ、まあなんか横にも利かして、飛車浮きがあるか。で、それを嫌うなら角をここに逃げてくる手もあるんですけど、あ、そっちでしたね。これ、飛車浮いた方が使えそうやな。で、銀になって同金。で、歩ついてくると思うんですけど、同歩同銀の時にどうするか。歩を打って同飛車に銀とかで飛車を止めに行く感じか。で歩を打って同飛車、まあ同飛車以外なら銀引いて5筋を固めつつ、この角の利きをこう通していく感じですかね。だから同飛車だと思うんですけど、銀を打って逃げた、まあどこに逃げてくるか。まあ一回は浮いてくるのかな。ここで銀を打って、飛車を逃げた手に銀引きとかで、どうかですけど、まあこっちの玉も薄いからな。歩を打って金を逃げた手に角成りとかで一気に迫ってくる手があるんで、難しい。ただ角を、この角をここになってくると、歩を成る攻めがこっちにできるっていう意味もあるんで、いや、難解ですね。どっちがいいんやろ。ああ、飛車浮いてきましたね。これはまあ銀打つか。で、飛車引い、もし引いてきたら歩を打つ手がいいかな。歩を打って、逆にここに歩を打たれる手を防いで、ここに歩を打たれると結構うるさそうなんで、歩を打って、相手から打たれる手を防げば、結構攻め、ああ、でもこれ金打ちがあるか。ああ、なるほど。そうか。それうっかりしたな。なるほど、なるほど。そっか、そっか、そっか。いやー、それ嫌やな。飛車逃げて、銀取って、銀取って、同金で銀とかあるけど、割り打ちもできるからな。飛車どこに逃げるんがいいんやろ。まあでも、ここに逃げると、なんか後でここに角なってくる筋があるから。いやー、やっぱ下かな。いやー、でもこれはちょっと、不満な感じになっちゃいましたね。まあ、銀取ってきて、銀取って同金に一回銀打つかな。まあ、これ取るしかないか。
同期に銀打って飛車を端に逃げた手に銀引きとかかな。これ飛車通ってたらさすがに怖すぎて勝てないと思うんで、一回銀で押さえて、ただ銀を打っちゃうと歩を打って銀を詰ましに来る手ができるっていうデメリットはあるんですけど、まあしょうがないかなっていう。あ、そこなんや。ちょっと意外な気もするけど、まあ銀引くか。銀引いて歩成りとか角成りとか狙って、まあこれ角で香車取る手があるんで、まあ歩を打って銀を取りに来る手はそんなに警戒しなくて良くなったかなっていう気はするんですけど、同飛車で。で、歩打ってくる感じかな。で、まあ、ここ逃げて。で、金上がってくるのかな。上がってくるというか、まあ出てきて、香車取って歩を成って銀逃げて。あー、それそうか、なるほど。同歩で角道を止めてから金を出れば、よりいいでしょってことですね。まあ、そらそうか。とはいえ、同歩ぐらいか。他にさせても結構難しそうな感じだった。あーでも歩ついたりした方が良かったかな、一回。ちょっと難しい。歩を打ってくる手には、まあ歩をつけば一応角が取れるんか。だから歩ってなかなか打ちにくい。あ、だから飛車。なるほど、飛車走り。そんなシンプルな手が。これ受けるしかない。まあでもこれで一応こっちの陣地に対する角の利きが止まってる意味もあるんで、なんかでもまあそれはちょっと苦し紛れな、なんていうか理由を見出してる感じもするけど、ただそうか、これ飛車走ると銀打ちの傷があるから、相手の方としても結構急いで攻めないといけなくなってる意味はあるんですね。でこれ角なって同桂同飛車成がありそうなんですけど、それは角を打てば王手飛車なんで、まあこれはもう銀打つしかない。まあ今銀引く手もあったんですけど、そこで歩とか打たれるとちょっと攻めが弱くなりそうだったんで、もうこれはもう銀打って勝負していくしかないかなっていう感じなんですけど、まあどうかな。歩、なんか難しい。まあ同歩なら飛車引いて銀取った時に後で飛車走った手が銀取りになるってことですね。これでも飛車取る手あるやん。飛車取ってで歩なって銀なった手が詰めろじゃないの、詰めろじゃないの。飛車取って歩なって銀なった手が歩打って逃げて、歩打って逃げて、それは詰まんか。てかそんなに歩持ってないか。飛車打って逃げて7分、詰まんか。飛車取って歩なって銀なって飛車取って、ただそこでこっちの玉が詰むわけじゃないから、飛車打ちとかもあるけどな。それどう受けてくるんやろ。受からんのじゃない？飛車取って。厳しい気がしてきた。歩なって、銀なって、飛車取ってきたとき、飛車を打つ手があって、同金に成銀を入れば詰みなんで、銀なって。で、さすがにここで受ける手だったらこっちがかなり勝ちなような、まあどう受けてくるかもわからないですけど、まあ受けるなら歩なんですけど、まあそれにも飛車があるから、いける気が してきたけどな。どうやろ。飛車こっち取ってきたら詰みはないと思うんですけど、相手玉あるんかな。飛車打って同金は同銀なりなんですけど、飛車には逃げられて、ここでギリギリつまないな。あ、その銀取ってくるんや。予想が当たらない。ただこれ飛車打つとどうするんやろ。まあ、こっちの玉はまだつまないんで、飛車が厳しいんじゃないかな。同金に成銀入れば詰みですね。ただ他の受けも、まあ、銀とか打ってくるのも同成銀で詰みで、金を打ってくる手はあるんですけど、それ同成銀って取って同角に金打てば詰みなんで、これは決まったんじゃないかな。あ、早逃げしてきましたね。ただこれはやっぱり金がボロッと取れるのは大きいですね。で、合駒してきた手に何合いしてる、金合いか、金合い、あ、銀合い、
これでも入って金とかで、入って逃げて金打って同金同成銀から攻めていけば、金もう一枚渡しても詰まないんで、こっちの玉は大丈夫かな。金打って同金に成銀入る、同金なら同竜で詰みみたいな派手な手もあるけど、まあそんなことせんでも別にいいか。成銀入って金を打っていいのかな。金を打って逃げて取って同玉に金打っ、ん？成、あれ？ちょっと待って金打って逃げて取って同玉で、あ、ちゃちゃ、金打って逃げて取って同玉で、まあ、銀になって同銀に竜で逃げて、竜で逃げて、竜で逃げて、それ詰みかな？あ、金取れるから、まあ、詰みか。金打って、これは逃げるしかないと思うんですけど、ここに。まあ、同金は同銀なりで、攻めていけるんで。で、これで取って、銀になって同銀で、竜で逃げて、竜で逃げて、竜で、竜ここに来て、逃げて、金取って、同玉は金打てば詰みなんで逃げるしかなくて、そこに何持ってるんや。金、銀、金、銀、金、金、銀か。銀で、逃げて、竜で王手とかあるか。まあ、詰みかな。詰まなくても、この金が取れれば、こっちの玉がかなり安全になるんで。で、これ逃げる手に対しては、竜で銀取って、同角に銀打っていけばいいんで。逃げる手には、竜で銀取って、それが銀打ちからの詰めろで、受けが難しいので、それはいけそうですね。あ、逃げてきましたね。これはまあ、取りますね。同角は銀打ちで詰み。で、それには、まあ、成銀寄るのがいいかな。成銀寄って詰みか。同玉は竜で詰みで、ここに逃げるのは銀打って逃げて、金打って逃げて、端歩つけば。これは詰みですね。こうやった銀打って、逃げて、金打って逃げて、歩をつけば、詰みですね。で、逃げ、下に引いても桂馬を竜で取る手があるんで、詰みですね。今回は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。ありがとうございました。